ではいつも通りヨシナに。必ずやご加護あるでしょう。まあ、しつけえな。寄るんじゃねえよ。ほうが撃つれ。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。貴様ら、大きな。この国もな。なんということだ。陛下のお命が奪われるなど。王子殿下に続いてこのような。急ぎ世継ぎを決めねば王の魔法の継承が途切れて。そうなれば他国からの侵攻が。それだけではない。我が国は連合王国、悪くすれば内戦もあろう。国難にこそ我らは結束せねば。フォーデン陛下。誰がこのような。王の寝所に入れるものなど限られています。ですが。いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士、心臓を一突きなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った賊も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。できる者がいるとすれば、ルイ。さて困りましたな。王子殿下はすでに創世。他に王位継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないような。こうなると果たして誰が次の王か。今から始まろうとしているのはメタファー・リ・ファンタジオのプロローグデモ版だ。収められているのは物語の最序盤のみになるが、基本的に製品版と同じ体験ができるだろう。なおセーブデータは製品版に引き継ぐことができる。幻想へ。誰かな。どこからか私を覗き見ているのは。君が何者かはわからないが興味深いね。名前を教えてくれ。私のいる世界の出来事はすなわち。だが
こちらの世界に触れようとしているなら、幻想とは現実に影響をもたらさない無力な作り物か。所詮は力なきただの空想。君は私には、だがもしも幻想こそが世界をも作り変える、あ、それを確かめるため、それでは抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。なになに、凱旋者。諸君、我々は義勇団である。王家も政教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守る、だが逆らえば。ほら出せよ、そそりゃ。次。お前、こりゃ珍しい、エルダ族か。本当だ、角も長い耳もね。汚れた種族だ。王都に何の用だ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。待て。治安悪すぎ。ちょっと大丈夫？匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょう。匿名って？ちょっと冗談でもやめて。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。大丈夫？行くわよ。止まって。気をつけて。いい？走っ
がこっちに気づいたわ。見て。一応確認しとくけど、初任務の手順分かってるよね。手順ってなんだっけ。命より重いって言ったよね。まずはオートに入って歩兵舎で新兵として採用されるよう動いて。これは王国の命運がかかった匿名。遂げるか死ぬか。でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物を生み、いつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいには。種族と三つの国は魔法の恵みに抱かれる大地。ユークロニア連合王国。王国歴785年。ユークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い、格差に引き裂かれ、かつて謳われた英雄譚を覚えている者もない。これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。しろよ。潰せ潰せ。違う、俺は何もやってない。
嘘つけ二本足の犬め。楽しきで何でもやる奴らがよ。他の者を魔導機の正しからざる使用の咎で死刑とする。カリパスってだけで言い分すら聞いてもらえないのね。ひどいだろ。あんた何か恵んでくれよ。ちょっと恵んでくれよ。田舎とは違うのよ。まったく。遊びに来たんじゃないから、キョロキョロしないで。馬車でも分かったでしょ。あなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。にしてもさすが王都ね。でも決まった種族が幅を、ただでさえエルダ族なんて珍しいから。ねえ聞いた？陛下も病気じゃなくて本当は殺されたとか。し、めったなこと言っちゃダメよ。確か王子様の時もそうじゃなかった？襲われたとかって。いやだわ、これ後目争い。勉強で怪物が出たってよ。今度は兵隊を送るらしい。ここんとこ軍はふぬける一方だな。ルイ様が中央にいた頃はもっとビシッ。この国どうなっちまうんだろうな。せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。陛下が見まかられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わる。王国一の聖女ですらも清めえなかった呪い、いかな我らであってもどうする。襲撃から早10年以上だ。お体の衰弱ももはや限界か。このようなやり方、殿下はお許しにならぬであろうが、やむを得ぬ。殿下を呪い陛下のお命までも奪ったあの男だけは決して許して。軍へと潜り込み同志に、まさかお主に頼むことになるとは。これは匿名である。建物を探しましょう。いい？どうすれば。エルダの分際で。警備隊しこれさえありゃ。さすが都会ね。一つくらいよ。いやいくらけど魔法を。その点あたし。おお珍しい。もしそうならつ失礼。これなどいかが。いくら？いや、っていうか知らないんだっけ。ああ、なんて説明したら。王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の、要は世界最高の性能を持つ魔導機だよ。けど跡継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。
何しに来たのかは知らないが、ここは近いうちに。覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だ。なんか妙な天使だったわね。で、っていうか油うっ。あそこが母兵舎ね。じゃあここから先は任せるわ。大した問題は起きないと思う。あ、面接でうまく採用されるよう頑張って。じゃあしっかりね。ああ、貴族出身？食うに困らんはずのやつがなんでここに。さては、ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか。って、若造め。いいだろう、入隊は認めてやる。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。貴重な味方を脅して統率か。思ってた。でも安心しろ。こいつ、言わせておけば。やめとけ。てめえ。ほら次。ああ、年は。志願した理由は何だ。この国を変えたいからです。ずいぶん熱いこと。で、軍でどういう活躍ができる。得意なことはあるのか。こう見えて力はあります。その細腕でか。とてもそんな風には見えんぞ。最後だ。貴様、字は書けるか。書けるならこいつに名前を書くんだ。貴様の入隊を認める。やった。知っての通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。では受付の中で行ってよし。次。
らしいぜ。あれ見たこともない怪物だ。確か名前は人間。よし次クレマール族か。ん違う、見かけ、まさかエルダ族ってやつか。こどけ、こっちが優先だ。こんなガキに貴重な魔導機の無駄、俺ならもっと手柄を上げられる。強いなら奪うのは当然か。なんだてめえ。戦う理由は誰にだってある。列に並べ。ちっ、うるせえクレマール族だ。自分が全部正しいと思い込む力じゃ俺たちにかなわねえってのによ。種族は関係ない。これは教授の問題だ。謝れ。おい、そこの新兵ども、死闘は禁止だ。ちっ、騒いで悪かったな。大丈夫か。正直助かっ、やりたくてやったことだ。気にするな。じゃあな、早死にするなよ。ったく、おめごとはごめんだぜ。ほら魔導器だ、受け取れ。最近のものは初めからマグラの結晶もついてて、練習次第で誰でもそこそこに回るが、一日で使いこなせとは言われね。それとだ、こいつも渡しておく。これ地図よ。外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け新兵ども、今日から貴様らひよっこどもを預かる兵士長のクリンゲルである。知っての通り、陛下が崩御され、多くの兵が国葬を警備する。だが貴様ら新兵風情には荷が重いというもの。よって貴様らにはまず君、あそこは歴戦の兵士も多い。か、よしよし、狙い通り。同志はその北部国境の砦に潜入中よ。今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。かなりの数が集められてる。よっぽど兵が不足してたのね。そういえば潜入してる同士とは初対面だろうけど、あんたの剣を見せれば大丈夫よ。それが死者の証になってるから、向こうの顔は知ってるし安心して。それじゃ明日のために早めに休みましょう。来てる？まだ起きてるよ。ごめん、声かけて。なんかそのいろいろあったから眠れな。話には聞いてたけど、いまだにこうも差別されるとはね。大丈夫だった？実は傷ついた。だよね。けどあんまり気にしちゃダメよ。怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだし。ま、昔エルダ族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもんね。昔の話だ。それはそ、けど王子だけは誰でも分け隔て。そうだ、
あんたがいつも読んでる本、王子にもらったものでしょ。見せて。別にいいけど。気になってはいたんだよね。ありがとう。確か実際には存在しない幻想の何その世界には種族は一つだけ。私彼らに魔法は必要な。天をつくガラスの塔、そして満たされた彼らの魔法がなくて、種族の争いもなくて、命も病気。あんたもう寝てるの？それじゃ今日はここまでね。